皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。サバロックチャンネルへようこそ。今回は WRC10 のペイントエディターを使ってサバカラーを作成したのでご紹介させていただきます。伝説シリーズ第5弾ワルターロールの回に話してたやつだな。まだ見てないよって方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。作成するきっかけ回なんだぜ。それじゃあゆっくりしていってね。ペイントエディタって WRC10 からできるようになったんだよね。ああ、そうだな。グランツーリスモなどではリバリーエディタとも言われていて、自分の好きな車種を使ってボディカラーやデカールなど自分好みのデザインにすることができるぞ。世界に1台だけのデザインができるってことね。いきなり凝ったデザインを作ろうとすると複雑な作業となって大変なので、操作に慣れるという意味でもまずは好きなボディカラーとステッカーを数箇所貼ってみるだけでもオリジナル感が出ていいと思うぞ。ラリーカーは凝ったデザインが多いけど、そこをあえて単色のプレーンな車で走るっていうのも本当に市販車が走っているみたいで逆に新鮮かも。ウプ主も最初の1台はかなり時間かかっていたからな。ちょっとした制作裏話なんですが、ハンコンでやろうとしたらめちゃめちゃ難しかったです。全然思ったように操作できなくて、それで思ったんですよ。どうしたの？ペイントエディタにはコントローラーの使用をおすすめします。そりゃそうだろ、張り切って語るほどのことじゃなかったわね。じゃあそろそろどんな風に作るのか見ていこうか。まずはメニュー画面からペイントエディタを選択。そんなに難しい部分はないから見た通り進んでいけば問題ないんだぜ。まずは車を選択。記念すべき第1号サバロックカーはボーナス車両からヤリスコンセプトをチョイスしたぜ。マリサチョイスのヤリスだね。まずはメニュー左のボディカラーの選択から行ってみよう。どんな色があるのかな。ウプ主もある程度やり進めてからなので色がちょっと増えているが、デフォルトはおそらく20色ぐらいとなっていて、いろいろなミッションをクリアしていくことで使える色やステッカーをゲットしていくことができる。鍵のマークにカーソルを合わせるとミッションの内容が確認できるぞ。キャリアモードなどをやればゲットできるものからチームを組んで人数を増やしたり、ウィークリーミッションで入賞など難易度も様々だ。パーツごとに色を変えられるのね。車種によって変えられる部分に若干違いがあるが、だいたい3箇所くらいに分かれているぞ。このヤリスはボディ、ボンネット、ミラーと分かれているんだね。ボディカラーが決まったらステッカーを貼っていこう。これもパーツごとに決められるのね。丸や三角の図形からメーカーのロゴ、文字やイラストなんかも貼り付けることができるぞ。さて、ここからはどんなペイントになるのか、しばらくお待ちください。ウプ主のセンスの見せどころだな。ご期待ください。ハードル上げちゃって大丈夫なのかな？ところで、ウプ主のセンスはどうなんだ？この前、友達の家に誕生日プレゼントを持って行ったそうなんだけど、その時の写真がこちら。友達って猫なのか。正確に言うと、友達の愛猫です。あらら。嫌がってるな。2歳の誕生日プレゼントに首輪を購入したのですが、首輪に足を友達曰く、ここまで嫌がるのも珍しいそうです。ジロッチを触れずにしたかない。ここでの名前はジロッチにしましょう。ジロッチがよろしく。写真の使用にはサバ水着でジロッチの許可をいただきました。1巻です。今度、買ってやらないとだな。ウプ主のセンスがなんとなくわかったな。ジロッチには気に入ってもらえなかったようだね。似合っていたけどな。完成まで時間がかかりそうなのでカット。ボンネットのシールは何なんだ？ちょっとダサ。いや、個性的なんだけど。昭和の冷蔵庫みたいだな。壁とかにもよく貼ったよねー。それでよく親に怒られたもんだ。っていうか、これで終わる気？私の立着どうですか？これならジロッチも納得。そんなわけないだろ。ごめんなよ。ちょっと BGM 止めようか。え？もう一回作り直してこい。わかりました。もうしばらくお付き合いください。次はモザイクなしでお送りします。イメージはどんな感じなんだ？水中を泳ぎ回るサバのイメージです。サバ？だと？これは食べられません。今度は期待できそうね。そうだといいがな。完成するまで静観しましょうか。
どうやら完成したようです。早速見てみよう。この車のコンセプトは？海中を捕食のために駆け回る。力強いサバ。または、捕食者から必死に逃げ回るサバ。水揚げされ、網に投げされ。チュール上げるから向こう行ってて。やったー。左右の模様は海中の水を切って、泳ぐ様子をイメージしてつけました。背面に至っては、チャンネル名をさりげなくアピール。めちゃくちゃ目立ってるじゃねえか。きらびやかなボディは、太陽の光を浴びて光り輝き、観客の目をくらませ、ミスを見させない設計。おい、どういうコンセプトだよ。天井、ミラー、ボンネットはヒレをイメージしています。突っ込みところはあったけど、ウプ主にしてはいい出来なんじゃないの？このサバカーを使って、どこか走ろうと思ってますので、目くらましに注意しながら見てください。さすがにそんなことはないだろう。光り輝くサバカーに期待。輝くのは腕前であってほしいがな。それではこの辺で、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また見てねー。